ありがとう。ああ、お、お。何？あんた、やっぱりサスケなのかな？人に何かを伝えるにはこの方法が一番いいってサスケが昔ね。好きだったのか？え？あ、いや、そのサスケってやつのこと。サスケはいつもそう。なんかいいな、そういうの。え？あ、いや、そのフースケってやつからサスケに、サスケからこうあんたに、こうやって人から人にこうさ、だからさ、さっきもちょっと嬉しかったんだ。俺のダンスを、あ、いや、その俺の踊りをあんたがこう真似してんの見て、あ、いや、自分がやったことが人に喜ばれることって今までなかったからさ、どしかったらお前はいらないみたいに、そういう風に扱われることの方が多かった。踊りでいつか名を上げて、誰にもお前のことをいらないなんて言わせねえぞと思って。でもなかなかうまくいかなくてさ。私こんなこと誰にも話したことないのに。まあでもさ、そうやって一座を続けていけばこの先きっと来るよ。あんたたちの芸を、歌や踊りを楽しむような世の中が絶対。だって俺そっから来たし、あ、信じてもらえないと思うけど、俺はそのずっと先の国から来たんだよ。これ着てると時を超えられるんだよ。なんていうか、その昔と今を行き来できるっていうか。あ、でも今はその時を超える力は出ないみたいだけど、でもこれがずっと先の力で作られたってことだけは分かる。何？いいから着てみろ。え？ほれ。これでいい？うん。すごいだろ。伸び伸びだから言ったろ、それはずっと先の力なんだよ。